思った以上に広いんだね、あその敷地が、まあねやっぱり自分もプレーしていたから、サッカーのピッチの広さとか、スタジアム全体の広さって考えると、最初ね、この中央公園で、そういうスタジアムっていう話の時には、いや、そんな広くないんじゃないっていうイメージあったけど、街中だから、でも意外とここに立ってみると、すごい広いし。そうね 選手目線に立つとやっぱりいいもんですか。いやいやもう最高じゃないですか。あ<ー>まあどのどのクラブをねなかなかそうまあこうサッカー専用スタジアムと言われる、うん、そのまあ陸上のこうコートがない中で臨場感あってってありますけど、うん、街中にあるっていうのはいやあまりこう記憶いないですね。うん、まあヨーロッパとかも見ても。 やっぱりこう街中からまら電車とかで離れて作ってるっていうのが多いのでまあそういう意味で本当にこれだけね見渡したらねもちろんマンションとか商業施設とかホールがあったりする中で公共交通機関でね来られるっていうのは一番のまあ魅力かなと思いますけどねまあそういった意味でいろんな人たちの思いがあのこういった形で少しずつね前に進んでいるので。 まあただね、あのー、やっぱり作って終わりじゃないので、ね、いかにその先を、うん、もちろんクラブもそうですし、うん、あの広島の地元の人たちと一緒に、これをやっぱり作り上げながら、うん、やっぱり歴史の場所として、うん、一つのスポーツ、スポーツの文化の発信地としても、やっぱり作っていくっていうのは大事ですよね。素晴らしい,コメントいただきま中、はい、中央公園の、うん、まさにど真ん中で、うん うん、佐藤佐藤、夢を語る。ね、いいよね、<laughs> 本当に、ああ、プレーしたかったけどね、うん、うん、うん。いや、さん、まあ、最後の、ねはい、本音だと思うんですけれどもね、プレーしたかったですけど、うん、またこういう機運が高まって、うん、一つ前に進んでるっていうのは、うんまあ、そこに携わった一人の人間としても、非常にうれしいことですし、うんまあ、未来のね、選手たちが、 さあそのサッカースタジアムなんですがまずは立地チ見ておきましょうこちらですねまさに街中スタジアムということで、うんえー、中央公園にできるということになりましたがで詳しく中を見ていきます、その特徴なんですけれどもまず1つ目臨場感のあるスタンドということでこれやっぱりピッチとフィールドが近いというところが1つ特徴になります、えー、続いいてて見ていきます。 これ、ダブルコンコースとありますけれどもこれが3階にありまして幅が1 0ル、うん、そしてパークコンコースというのは、まあえー、日常から使えるコンコースというところで、まあ、非常にこれさあのサッカーだけではなくて本当に日常がどうそこで過ごせるかっていうところでも、はい 1つこう市民のの憩いい場にななるんじゃないですすかねそうです、ね、で現在流れているのがこれ最新のサンフレッチェ広島が編集したそのホームページに載っている動画なんですけれども、うん、これ見ててるとひさねすごすねワワクワクしてきますよ、ね、うんうんサッカーというのはいわゆるートータルで34試合というところで、はいうん、いかにそのゲームが行われていないところも活用できるかって一つポイントだと思うんですけれども、うん、そういった視点ではいかがでしょうか まあ、もちろんサッカーの試合が行われない日にいかに違った形でその場所を生み出すことができるか作り出せることができるかっていうことが大事ですし、まあ、もちろんサッカーがね、うんえー、一つこう盛り上がる場所っていうのも一応大事な部分でもあるんですけどやはり街中にある以上は、うん、あのそこをねん、はい、やっぱり街中っていろいろ見てこられたと思うんですけどうん、うん、この立地条件ってあまりタクラブにもないんですか いやまあ国内もそうですけど海外見渡してみてもあまりないですね、えーうん、公共交通機関を使ってこのスタジアムに行けるというところも最大の魅力かと思います、うんうん、ではこちらで改めてスケジュールを確認しておきますが先ほど映像が流れました2012年の初優勝、はい、まあこの時から機運高まりました。はい でえー、2021年、ことしに入りまして3月事業者が、まあ、事実上決定して、うんまあ、ここから進んでいくわけなんですが、うんえー、6月には本契約後、うん、設計そして工事へと入っていきます、はい、2023年12月にはいよいよスタジアムが本体完成ということで、うん、さ,あさあねこのまま順調にいってほしいなと思いますけれどもね。うんはい、そうですね、うんまあ。そういった意味は今現役でプレーしているサウレッチの選手たちもここでプレーすることができますし。はいうん 佐々木さん、でも完成したらちょっとぐらいピッチ立ちたいですよね、立ちたいですね選手としては難しいと思うんですけどね、違った形でね、ピッチに立てれれば、うれしいですねそうですね、佐さんもしっかりと寄付をされたということで、グローバル会場ですよね、はいしました。なので、隠れ久さとプレートというものが現れるかもしれませんが、新サッカースタジアムは2024年2月、開業予定となっています。